なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。奴は当時からあの見た目だった。30年前で。なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。は？その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。
それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ。だが当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただ者じゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ？ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。奴の必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎意外と役者じゃねえか。それで滅多にねえブライスからの命令だから、奴にとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご体操な肩書きの大人が訳も分からず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もバレカナにさらわれてる。
このままにはしない。あ、みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって？痛えだろ。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカーの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみりゃ頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チッ、勝手言いやがる。出てこないっすね親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こうくらいとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。くそ、ああ寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キラさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ本気出さないと、いよいよ死ぬぜ桐生一馬。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。頭かち割るぞ、こらかかってきやがれ。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだ。うまく使えるかもしれねえ。あっつい、火に囲まれちゃったみたいね。はあ、近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。手加減はなしだ。楽しませて終わらせる。
気づく。寒いよな、こいつで。血がやべえな。ステーキ。出てきたぞ。終わらせる。ぶつかます。受けてみな。足りねえんだ、こんなもんじゃよ。私の出番ね。相手してやる。はぁ、はっ、やっ、飽きちまったよ。やっ、やっ、手加減はなしだ。へばってんじゃねえ。また指名するからよ。よし、さっさと来い。覚悟。この調子で勝つときましょう。調子だぜ。コツつかむ。よし、上昇上昇。吸収が早い。また成長しちゃった。まだ強い。悪くない気分だぜ。あーくそ、寒いな。大丈夫っすか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない。私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。ソウンシティのは山々なんだけどよ、頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。
よし、警戒してくれ。ほら、ガニ殴ってる場合じゃねえぞ。運転はお前がやれ、千歳。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。しとせ、車出せ。どうだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。本当にも春日にも逃げられて、残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花尾さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を登るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。なあ、ねえ、いいや。
なるほど。なあ、今どこにいると思う？いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。ん？お前今どこにいるんだ、春日？力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港って…ハワイの？おうよ、俺もいるぜ、一番頼れる親友、南波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。足立さん、待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ、紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだから、また今度な。あ、そう。キリュウ様、敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、着いて早々に。なに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだな。あ、もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ。いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。
一番には振り回されっぱなしでさ。気合い入れてこぜ。おいよ。よっしゃ。じゃ。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかねえ。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したらゆっくり案内するよ。行こうぜ。病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ。なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ一番。置いてくぞ。ああ行こう。頼りにしてるぜみんな。なんていうか民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫？トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな。だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀市のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな。分かった。あだ、この子ね、そっ、よっしゃいらっしゃい。どうも、ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか？客じゃないってことかい。すいません、俺です。富澤か。よく堂々と顔を出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。
他人様の島で世間話したらええ度胸しとるよ、踊れら。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはね。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？キリュウさんを返してもらうぞ。あの人はどうだ。なめた口聞きやがってこのアホンダラ。お嬢せえ、ぶっ殺してやる。やんのかこの野郎。私の出番ね。はあ、ガンガン行くぜ。ほら来いよ。ガツンと行くぜ。出番が来たな。いつでもどうぞ。なんだ腰抜き野郎が。必殺。うわほら来いよ。よし、もらった。放電準備。うわあ、よし、覚悟。上出来ね。ぶちかます。ほら、やるのかよ。俺の番だな。こっち見ろよ。行くぜ。ほら、おお、右に曲げて、しっかりと頑張りますか。ここらで勘弁してやるよ。威勢が良かったな、口だけだったら。あんたアホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。キリュウさんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。あの男なら シアタービルぜ。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。ドールズ&デビルズ？面白い名前の店だな。Hey, ああ。やんのかこの野郎。私の出番ね。覚悟。ガンガン行くぜ。相手してあげる。ほら来いよ。受けてみな。ぶっ飛べ。おい、あらよっと。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。
トミー、キリュウさんがいるとしたらこのビルのどこだ。ああ、それなら多分最上階かな。病の腹心だけが出入りできるフロアだ。俺も数えるくらいしか入ったことがねえ。おめえらは病ってのには会ったことがあるんだよな。どういうやつなんだ。杖ってのはもちろんあるんだけどよ、何よりも腹ん中で何考えてんだかわからねえのが不気味なやつだ。ああいう目ん中に暗いもんが宿ってるやつは大抵わけありで。なるほどな、要注意人物ってわけだ。ああ、それに意外と人望もあるみたいで、手下もかなり気合入ってるぜ。なるほど、道理で俺らの助けがいるわけだ。そういうこと、頼りにしてるぜ。さあ行くぞ。どうなるか分かってんだろう。さっさと始めようぜ。よし、腰抜き野郎が覚悟。こんなもんかよ。ぶっちかまっ。ガツンと行くぜ。潰れちまえよ。どうだ。おお、どうした。出番が来たな。やろうぜ。さっさとかかってこいよ。もっと楽しませてくれよ。ひっさー、ごちそうだ。残さず食らえ。俺の番だな。いつでもどうぞ。やるぜ。行くぜ。やるのかい。ほーれほれ、相手してあげる。私の出番ね。やろうぜ。本気だ。ガンガン行くぜ。もらった。せい、飛べ。頑張りますか。よし。どうした？はあ。はっ。うわ。お似合いよ。ぶちかま。俺の番だな。やっ、はい、やっ、どっす。出番が来たな。私の出番ね。来やがれ。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。ほら、ここまで看護してやるよ。吸収が早いのよね。てめえ、誰かと思えばへっぴり腰の富澤じゃねえか。裏切り者が。よくもその面見せれたもんやな。そりゃてめえらの面なんざ見たくもねえけどよ、仲間が捕まって放っておけるほど落ちぶれちゃいねえってこった。よく言ったぜトミー。シャラクセ、俺たちの恐ろしさ思い出させてやろう。やって、勝ちに行こうぜ。よし、やんのかい。痛めつけてやる。覚悟。俺の番だな。どうした？
もらった。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。どれ。どれ。頑張りますか。どれ。私の出番ね。そのまんまアジトとはな、なかなか洒落てるじゃねえの。とてもお客さんが入れる状態には見えないけど。このフロアは病の連中が好きに使ってるからな、どこで勝ち合うかわからねえ。気を抜くんじゃねえぞ。してっと怪我するぜ。出番が来たな。見さらせ。ごちそうだ。残さずくらえ。やろうぜ。本気出せよ。私の出番ね。逃がしゃしねえぜ。やるぞ。覚悟。やっ。はい。お似合いよ。ぶちかま。ほら来いよ。いつでもどうぞ。受けてみな。やっと行くぜ。行くぜ行くぜ。おいおれおれ。頑張りますか。さてと。必殺。よし。はあ。調子がいいぜ。何？来ない。
開けてみるか。開いたぜ。どこにでも行けそうだ。地獄に送ってやんよ。やんのかこの野郎。全力で行くよ。どれあれ、殺すぞ。あら、覚悟。さっさとかかってこいよ。やろう、俺の番だ。ほら、受けてみな。よし、やんのか。ほら、もらった。
いいね。うまいね。全力で行くよ。また強くなっちゃった。やるのかこの野郎。全力で行くよ。俺の番だ。お。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。よし。いつでもどう。出番が来たな。先真っ暗だぜ。任せといて。ほら来いよ。覚悟。もうダメだ。調子でいいな。頑張りますか。俺の番だな。怖いの。行くぜ。勝負しろよ。頭出し。勝利勝利。
任せといて。覚悟。やるぜ。受けてみな。俺の番だな。もらった。いや、やめね。出番が来たな。よし。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。全力で行くよ。ぶちかます。よし、吸収が早いのよ。大人の渋調子いいね。
始末にあげてやるよ。やってやろうぜ。全力で行くよ。ふん。やるのかよ。おい、おら、こんなもんで。覚悟。おや。よし、ふん、やるぜ。何？来ない。はい、はい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー待ってました。出番が来たな。いつでもどうぞ。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。俺の番だな。ほら、うん、うん、任せといて。よそ見すんな。どうした？なんだ、まったかいや。俺の番だ。こっち見ろや。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。開けてみるか。やったぜ。なあ、おい、
開けてみるか。開いたぜ。気分が乗ってきたぜ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ、あいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつう罵声感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺が舐められてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。へっ、太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえ、そうなん、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪。すぐ終わるかね。囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。よっ、おーやっ、よし、やるぜ。相手してあげる。ガツンと行くぜ。受けてみる。頑張りますか。必殺、ごちそうだ。残さず食らえ。ムーン、よし、もらった。ほら、ほら、ちょっとそろそろ本気出してよ。親父、どうぞ。そうだね、たまには本気出す。予想が、こういうのは桐生に期待してたんだけどな。何、来ない。早く来いや。全力で行くよ。腰抜き野郎が。ほら来いよ。さあ、死ぬ。どうした。さてと、ビビってんのか。見さらせ、ごちそうだ。
怪我するぜ！ほら、一杯やりなよ。悪いな。やるのか。任せといて。こうねえのか。はあ？はっ！上出来ね。また成長しちゃった。また強くなっちゃ、これが俺の真骨頂。人生これ成長な。もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる。知らねえっつったらどうする。なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ、病。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんて
遠の昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。はあ、いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。桐生さん、大きな声出すな。寝返しといてやれ。あんたら、桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできるや、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富沢の件にしろ、キリュウの件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの件からは手を引く。ガキを食い物にするほど
金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ああ山井、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取ったって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前。いたぞ、あのガキだ！捕まえろ！絶対に逃がすな！よせ、おい、よせ。手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日、何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。うん。キリュウさんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。うん。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、キリュウさん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な、私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥？
キリュウさんにとって娘同然の存在です。百億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。キリュウさんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。キリュウさんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。キリュウさん、しばらく休養をしてください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。アカネさんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、キリュウさん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったか。俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？キリュウさんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。分かった。すまないが、アカネさんとラニのこと頼むぞ。カズガ、みんな。はい。一番。見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。お体大事にしてください。ちょっと待った。一ついいか。あ、うん。お前、ハワイ来た途端、ちーちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。ちーちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、ちーちゃん。たく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃあ頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。
道島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね一番ね。けどやってみせるさ。それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほらあそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど忘れられちゃった。いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ。カズが変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the purging fires. Bryce? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce.Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madam Nele to envelop them swiftly and painlessly.
どうも俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出した。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか、人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス！ヘレティックス、ビーゴン！Get ready for this！ 戦闘準備完了！全力で行くよ！You think I'm stupid? 覚悟！俺の番だな。いつでもどうぞ。行くぜ。いや。ほら。ぶっちかま。全力で行くよ。覚悟。やっ。はっ。行くか。腰抜き野郎が。黙らせて。俺の番だな。
行くぜ。放電準備。ぶちかます。ビビってんのか。いつでもどう。受けてみな。みんな死ぬなよ。これで。ありがとう。ありがとう。任せといて。ほら、そうよ。せい、せい。死んでちまったか。よし。もらった。ほら、ほら、消えた。止まらねえ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。次もよろしく。全力で行くよ。覚悟。はっ、へい、やっ、せい。任せといて。あっ、死んでちまったか。調子出ねえな。俺の番だな。行くぜ。ほら、水にまでしっかりと。行くか。はい、ここまで勘弁してやるよ。調子だぜ。吸収が早いのよね。また強くなっちまった。俺もまだ若い。いっぱいやりたい気分。もう追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン。カスガさん。なるほど。ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこのアリ様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて茜さんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョウとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナには
まだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてました。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられないものもいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼
女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが道島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。